表彰帝は、中華人民共和国、遼寧省大連市出身のサッカー選手。中国サッカースーパーリーグ、甲州久志大所属。中国代表。ポジションはディフェンダー。2003年、17歳にして、視線感情で、レギュラーに定着。何度かキャプテンまで務めた。2003年12月、フランスの FC ナントで、トライアルに参加したが、加入には至らなかった。 二年目の2004年は怪我もありあまり活躍できなかった。2005年から当時の中国最強チーム、大連実得でプレー。2008年にセリエ a a c シエナへの加入が噂されたシエナのスポーツディレクターであるマニュエル・ジェリリンが北京五輪でのパフォーマンスで目をつけたが、諸問題で実現しなかった。2008年末で大連との契約は満了だったため、韓国系リーグの 全南ドラゴンズ、チェジュユナイテッド、テグ FC などが獲得に動いた。最終的には、テグ FC と2年契約を結び、2009年3月22日の歩行戦でデビュー。なお、中国では、ボスマン判決ルールが徹底されておらず、初めての契約満了からの国外移籍で、移籍時は騒動になった。2010年1月29日に、 リーグ王者の全北現代に加入したが、ポジションを確保できず同年限りで退団した。2011年は、欧州クラブへの移籍も噂されたが、中国復帰を決意し、公衆比佐次第に加入。移籍金は200万ドルとされる。同年は、シーズン通して23失点の剣手に貢献。昇格1年目での優勝を果たすと、その後公衆比佐次第での黄金期に貢献した。 2020年に、上海進化へ、レンタル移籍。2003年に、アリー・ハーン監督により17歳にして、中国代表に選ばれる。2004年のミャンマー戦で代表デビュー。その後の朱博子監督のもとでは若すぎることもあり、主に五輪代表年代でのプレイとなった。2005年、FIFA ワールドユース選手権に出場。FIFA が選ぶ14名の U-20 ニュースターに、 アジア圏で唯一選出される。2008年、北京オリンピックに中国代表として出場。リーキス先と主力 CBE を務めた。大会後 A 代表に定着し、ウラジミール・ペトロビッチ監督のもとで南アフリカワールドカップ予選に出場。しかし怪我が多く、アジアカップは2011、2015ともに負傷で逃した。2018年、 パレスチナ戦で代表70試合目にして初得点。AFC アジアカップ2019にも主力 CB として出場したが、準々決勝イラン戦で致命的なミスから失点を招き、以降代表招集されていない。国際 A マッチ76試合得点。ありがとうございます。